外の皆様は十分ご注意ください。運行巡り、この第1便目となります11便へと出航してまいりたいと思います。さて本日は風もほとんどなく海は大変穏やかとなっております。絶好のクルージング日和となっておりますが、本船後ほど港の外側に出た際船が急に揺れる場合がございます。特に席を立ちの皆様は十分ご注意ください。さて運行巡り出発の前に一つだけ注意事項をご案内させていただきます。本日はカメラやビデオカメラを持ち込みの方が大変多いようなんですが、船内からの写真の撮影、ビデオの撮影、これは特に問題はありません。ですが皆さん、2階に上がって撮影される際、夢中になりすぎて海にドボンと落っこちてしまわないようご注意ください。なお万が一海に落ちてしまった場合なんですが、右手に見えている陸地はアメリカ海軍基地になります。上陸の際はパスポートが必要となりますので、泳いでいく方向は左手横須賀市側になります。お間違いのないようお願いいたします。さて冗談ばかり申し上げておりますが、私本日生放送でこの軍港巡りの案内をさせていただきます。案内人の泉谷翔と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん温かくもまばらな拍手をありがとうございます。さて早速ですが、船の右手やや前方方向をご覧ください。まるで鉄のクジラのような船が3隻並んで見えてまいります。潜水艦です。日の丸の旗が立てられていることから海上自衛隊の潜水艦だということがわかるんですが、もしかすると本日生で潜水艦を見るのが初めてだという方も多くいらっしゃるかもしれません。実はこうして今乗組員の方が帽子を振ってくれていますね。ありがとうございます。実はこうして潜水艦が停泊する港なんですが、日本全国を探してもわずか2箇所しかないんです。1箇所はここ横須賀港、もう1箇所は広島の呉の港、この2箇所のみですから、全国的に見ても非常に珍しい風景だと言えます。さあこうして3隻並んでいる潜水艦ですが、真ん中の船だけタイプが違うのが分かりますでしょうか。潜水艦のお尻の部分、尾翼の形に注目をしていただくと、尾翼の形が十文字型、そして X 字型をしているものでタイプが分かれています。真ん中の1隻は従来型の親潮型潜水艦、奥と手前の2隻は最新型、双流型の潜水艦となっています。さあ皆さん、今日は忙しいですよ。ここからさらに本船右手前方をご覧いただくと、艦番号89番、非常に大きな船が見えてまいります。こちらはアメリカ海軍のマスティンという名前の艦船なんですが、なんとアメリカ海軍のイージス艦なんです。イージス艦というのはテレビのニュースでもよく話題に上がりますよね。さあこうしてイージス艦の姿、なかなか正面から見ることはできません。船対船で正面に向き合ったとき、それはぶつかってしまう直前になりますので、こうして正面から見ることはできないんですが、かなりの迫力がありますよね。また本船は後ほどこのイージス艦、他のイージス艦のすぐ近くを通るので、その際にまた詳しくご紹介をいたします。さあ皆さん、右側ばかり気にしていると大変ですよ。船の左側方向をご覧ください。非常に大きな船体の船が見えてまいりました。こちらは艦番号183番、海上自衛隊でも最新型、そして最大の護衛艦となります。ヘリコプター搭載護衛艦のいつもの姿です。大きいですよね。今のはこの大きな船体を生かし、ヘリコプターを艦内の格納庫に最大で9機、そして真っ平らな飛行甲板の上では5機のヘリコプターを同時に着艦させることができるんです。さあこの全長248メートルというかなり大きな船体をしているんですが、
映画でも有名になった豪華客船のタイタニック号と大体同じくらいの回数になるんだそうです。この出雲は災害型に非常に特化した船、災害型の船となっていまして、海からの支援が行えるほか、ヘリコプターを使った空からの支援も行える船となっているんです。艦内には簡単な手術なども行える医務室がなんと30室も設けられているんですね。被災地へ特化した艦船となっています。ヘリコプター搭載護衛艦の出雲です。まあね、さらに本船の左手前方方向をご覧いただくと、海上自衛隊の護衛艦をはじめとする艦船の姿が多く見えています。こちらは海上自衛隊の吉倉桟橋といわれる桟橋になっているんですが、本船は帰り道にまた後ほどこの吉倉桟橋のすぐ近くを通りますので、その際に詳しくご紹介をさせていただきます。まあ、一方変わって本船の右側方向、こちらにも潜水艦が一隻止まっており、何やら蒸気のようなものを吹き出していますね。実はこうして見ると少し小さいかなと見える潜水艦なんですが、全長はなんと80メートルもあるんです。皆様にご覧いただいているのは潜水艦のほんの一部分となっています。すでに海面より下に潜っている部分が水深7メートルほどもあるんですね。なので陸揚げしてみますと、まるでジャンボジェット機のような大きさをしているんだそうです。さて、こうして潜水艦の姿をご覧いただきましたが、今日は4隻もの潜水艦がこの港内に停まっていましたね。普段1隻も停まっていない日もありますので、4隻もの潜水艦をご覧いただけた皆様、大変ラッキーだと思います。さて、本船の右側方向、かなり数多くの艦船が見えてまいりました。今皆様の右手に見えている艦船、ほとんどがアメリカ海軍のイージス艦となっています。さあ、先にこのご覧いただくイージス艦のお値段をご紹介したいと思うんですが、イージス艦1隻のお値段、一体どれくらいだと思いますでしょうか。実はですね、1隻あたりおよそ1500億円という金額がかかります。今皆さんの目の前には7隻から8隻ほどのイージス艦が見えているわけですから、大体1兆2000億円ほどの景色が広がっているということになるんですね。まあ、せっかくですから、ここでイージス艦の簡単な見分け方をご紹介したいと思うんです。イージス艦の最も背の高い部分、マストの根元あたりをご覧いただくと、前後に白っぽい八角形の板がペタペタと貼り付けられているのが分かりますでしょうか。こちらがイージス艦の特徴、レーダーなんですね。フェーズドアレイレーダーと呼ばれるイージス艦が持つ特有のレーダー。イージス艦はこのフェーズドアレイレーダーを使って何をするのかと言いますと、船体の4面に付けられているこのフェーズドアレイレーダーで360度同時に監視が行えるんです。例えば自分たちに対して100発ほどのミサイルが飛んできたとします。それらを瞬時にピピピピピと認識ができてしまうんですね。認識した情報を今度は艦内にあるイージスシステムに取り込み、分析を始めます。どのミサイルがどれぐらいのスピードで飛んできているのか、このミサイルはどれぐらいの高さで飛んできているのかなどなど、こうして分析された情報をもとに、今度は最も危険度の高いものから順番にバシュバシュと迎撃ミサイルを発射し撃墜することができる。イージス艦のすごいところがここなんですが、なんとミサイルを発見してから迎撃ミサイルを発射するまでの時間、たったの1秒間なんだそうです。1500億円と紹介しましたが、艦内に搭載されているそのシステム、分析を行ったり、このレーダーも含めたシステム、これが500億円かかっているんだそうですね。まあ、1500億円、なかなか分かりにくい数字なんですが、1500億円があると、あの東京ディズニーランドを丸ごと一つ作り変えることができてしまうんだそうです。また最近発売されていた年末ジャンボ宝くじ、1等前後賞合わせて10億円ですから、これが150回当たると目の前のイージス艦が1隻手に入るという計算になるんですね。なかなか手が届かないですよね。さて、今日は艦番号63番のステファム、82番のラッセン、85番マッキャンベルなどなど、本日は数多くのイージス艦が止まっています。さて、ここで本船の右手前方方向からイージス艦よりもひときわ大きな船が見えてまいりました。艦番号は76番。
赤白の大きなクレーン2機の根元に立ち並ん止まっております。こちらが原子力空母ロナルド・レーガンの姿になります。非常に大きいですよね。今年の10月1日に前任の原子力空母ジョージ・ワシントンと代わりこの横須賀港に入港してきたロナルド・レーガン、やはり特徴的なのはその大きさです。全長はなんと333メートルもあるんです。333メートルといえば、そうですね、東京タワーと同じ大きさになります。つまり東京タワーの真横にもしもこのロナルド・レーガンを縦にして並べると背の高さが同じになるというから驚きです。また幅もかなり大きく77メートル。この大きな船体は真っ平らな飛行甲板の上になんとサッカーの公式グラウンドが3枚も作れるほどなんだそうです。すごい広さですよね。そもそもこの空母という乗り物なんですが、航空母艦というのが正式名称、飛行機などの滑走路として使われる船になっているんですね。航空母艦のロナルド・レーガン。さあ、この大きさを生かしてロナルド・レーガンは乗組員の数を相当数乗せることができるんです。皆さんの目の前に停まっているイージス艦が1隻あたりの乗組員大体300名ほどになるんですね。一方ロナルド・レーガンはといいますと大体通常で5000人ほどの乗組員を抱えます。最大で6500人もの乗組員の方が乗ることができるんです。また戦闘機をはじめとする航空機、艦載機については最大で80機以上も搭載することができる非常に大きな船ですよね。さて、どのようにしてこの戦闘機や航空機を飛ばすのかといいますと、実はこの港に止まっているままではなかなか飛ばすことはできません。ロナルド・レーガンはこの大きな船体をしながらも海の上を時速50キロ以上のスピードで走ることができます。風上に向かって思い切り走ることで正面から空気を多く受けます。この空気抵抗を使って戦闘機などを飛ばすんだそうですね。艦内はどのようになっているのかといいますと、変わった施設でいうと例えば郵便局や銀行の ATM、郵便局なんでどのようにして手紙を送るのかは分かりませんが、その他にも床屋さんや歯医者さんなども置かれているんだそうです。一つの街のようになっているんですね。主婦の方が多いようですのでご紹介しますと、乗組員の方々が1日に出す洗濯物の量、なんと5000キロ、5トンもの洗濯物が出るんだそうです。ですからレーガンの艦内にある洗濯機はいつも5トン5トンと音を立てているんだそうです。お後がよろしいようで、それでは参りたいと思います。さて、ご覧いただきましたロナルド・レーガンですが、今日はですね、ロナルド・レーガンの反対側の岸壁分かりますでしょうか。潜水艦が2隻止まっていますね。原子力潜水艦です。赤白のクレーンが2機立ち並んでいまして、そのすぐ左下をご覧いただくと潜水艦が、アメリカの国旗が見えますでしょうか。星条旗ですね。この星条旗が立っているのが潜水艦の船の上ということになります。さあ、原子力潜水艦が入港していることも大変珍しいんですが、2隻並んでいる姿なかなか珍しいですね。おそらくロサンゼルス級の原子力潜水艦、そしてバージニア級の原子力潜水艦だと思われます。私も2隻並んでいる原子力潜水艦初めて見ました。大変ラッキーですね。ラッキーといえばこのロナルド・レーガンなんですが、これを見られる確率、年間を通じて大体 30% 程度となっておりますので、これが見られただけでも皆様大変ラッキーだと思うんですが、実は年末年始の時期になりますと、やはり乗組員の方も、今日のクリスマスであったりとか年末年始であったりとか、こういったものをお祝いするために港に戻ってきていることが大変多くなります。ただやはり軍事的なものになりますので、軍事機密が非常に多く、いつ出航してしまうか、またいつ戻ってくるのかなどの情報は私の方からは一切口にすることができません。さて、出航してから間もなく本当に様々な艦船が停泊しているこの年末の横須賀巡航巡りとなっておりますが、本船はここから一度港の外側へと出てまいります。港の外に出ますと、ご案内した通り他の船の通り投げなどの影響で急に船が揺れる場合がございます。席お立ちの方は十分ご注意ください。さあ、こうして本船港の外側に出てまいりました。
普段ですと本線の右手奥の方に陸地が見えてくるはずなんですが、本日は若干気温が高く海の上にもやがかかっており遠くの景色はご覧いただけません。実はここから右側方向10キロほど離れた場所に千葉県の房総半島が位置しています。また現在船の正面より少しだけ右側の方向は横浜、東京の辺りになっています。まあ、今皆様のすぐ右側なんですが、何やら不思議な海域が見えてきています。海面から四角いコンクリートブロックがポコポコと飛び出しているこちらの海域は海上自衛隊が所有する磁気測定所という場所になっています。磁気測定所、少し変わった働きをする場所なんですが、海上自衛隊やアメリカ海軍の艦船、また潜水艦の船体のほとんどは鉄で作られているんですね。鉄でできている船というのは海の上を走っているうちに船体に磁力が溜まってきてしまいます。磁石の力、磁力です。船体に磁力が溜まることで厄介な問題が起こります。例えば敵の戦闘機や潜水艦などから発見されやすくなってしまうこと、また海の中で使用される武器の一つに磁気機雷と呼ばれる武器があるんですね。この磁気機雷は海の中に沈められて近くを走っている艦船が帯びた磁力に反応し海中で大爆発を起こしてしまうという非常に厄介な武器になります。この磁気機雷への接触や他の艦船からの発見などを避けるため鉄でできた船は磁気測定所に船を止めます。そして帯びてしまった磁力の測定、またこれを打ち消すような作業を行える施設となっております。大変変わった施設なので、やはり日本全国でもわずか2カ所しかありません。ここ横須賀港と九州は長崎、佐世保港の2カ所のみとなっているんだそうです。さて、あまり遠くの景色は本日ご覧いただけませんが、かなり天気はいいですよね。近くの景色はかなりくっきりと見えています。ちなみに今本線のちょうど右側に海の上にクレーンのようなものが浮かんでいるのが見えていますが、あちらはクレーン台船と呼ばれる船なんですね。海の上の工事などの作業を行う際に非常に活躍する船となっています。最近では東京ゲートブリッジなどを作る時にも使われていたんだそうです。さて、本線の右側前方方向からは横須賀市北部に広がる工業地帯が見えてまいりました。少し変わった施設も立ち並んでいますので順にご紹介をいたします。まずは本線の右手方向、住友横須賀と書かれた大きな門型のクレーンが見えてきました。こちらは住友重機械工業の造船所となっています。本日も岬の先端では大きなタンカー船が建造中となっているようですが、ここから見ると小さく見えてしまうあのクレーン、実はものすごく大きなもので、どれぐらい大きいかと言いますと、もともとあのひらがなの横須賀という文字は入っていなかったんだそうですね。これが2007年横須賀市政100周年を記念して入れられたんだそうですが、あのひらがな4文字を入れるためにかかったお金、なんと1000万円かかったんだそうです。それだけ大きなクレーンだということですね。さらに本線の右側、こんもりとした山のすぐ手前側に白いビルの塊のようなものが見えていますが、こちらは海洋研究開発機構 JAMSTEC の機関になります。建物になります。ジャムステックというのはあの深海6500を持っている施設となっています。さらに大きな船が見えてきました。クリーム色と青に塗られたカーキャリア自動車運搬船です。これぐらいのサイズになりますと、だいたい自動車3000台から5000台を運ぶことができるカーキャリア。実はカーキャリアの向こう側から窓のない四角い大きな建物が見えてきましたが、こちらは日産自動車の小浜自動車工場です。ここで作られた自動車がカーキャリアへと乗せられ、日本全国各地、世界各地へと運ばれていくんですね。さて、そしてもう一つ変わった建物が見えてきました。まるで海辺に佇むお城のような立派な建物になっています。こちら最近横須賀市内でも話題を集めています僕の新しい自宅になっています。そんなわけはないですよね。こちらは簡単に言うと横須賀市のゴミ収集分別所になるんですね。横須賀市内で出た容器、包装、プラスチック、また缶、瓶、ペットボトルなどのゴミを分別、リサイクルしている工場になるんですが、正式名称はリサイクルプラザアイクル。
普段は公民館として利用されているほか、多くの方が見学に訪れる場所なんです。ですからより多くの方にお越しいただきたいという思いから、こうしてお城のようなデザインになったんだそうです。さて、これらの工業地帯、横須賀市北部に広がる奥多摩地区を通り過ぎますと、本社は長浦港という港のすぐ入り口近くまでやってきています。この長浦港内には海上自衛隊の自衛艦隊司令部という司令部が置かれているほか、海上保安庁の基地、また民間企業の工場なども立ち並んでいます。さて、これから長浦港内に入りましても、やはり海上自衛隊の艦船の姿が多く見えてきます。ただ初めて軍港巡りに乗られたなんていう方は、あまりこの海上自衛隊の船、パッと見てもどんな船だかというのは見分けられませんよね。そこで海上自衛隊の船の簡単な見分け方を一つご紹介したいと思います。海上自衛隊の艦船には主に3桁か4桁の艦番号が付けられているのが一般的です。3桁の番号を持つ船は主に主力となっている艦船、例えば護衛艦や補給艦ですとか、また海外派遣される船も3桁の番号を持っています。一方、4桁の番号を持つ船はというと、主に後方支援を行うための船となっています。例えば海洋観測艦や訓練支援艦などが挙げられます。この3桁と4桁の番号を見分けるだけでも、海上自衛隊の船の違いが大きく分かってきますので、ぜひこの後も艦番号に注目してご覧になってみてください。さあ、ここで皆様には一つ特別なご案内をしたいと思います。実は本日も横須賀軍港巡りではお楽しみ抽選会を行っておりまして、皆様お手持ちのチケットの半券を利用した抽選会を行っています。当選番号の発表は後ほど船を降りた後、再びチケットを買われた潮入りターミナルへと足を進めていただきますと、ここで当選番号が発表されています。まあ、後ほどお帰りになった際はぜひ潮入りターミナルにもお立ち寄りいただければと思います。さあ、ここで皆様には私が好きな風景を一つご紹介いたします。本線の左側をご覧ください。まもなく細長い水路の向こう側から横須賀本港の風景が見えてきます。海上自衛隊の艦船の姿や横須賀の街並みが見えるこの水路、日によっても時間帯によっても見える景色が大きく変わります。横須賀ならではの風景ですよね。本船も後ほどこの水路を通り抜け、再び横須賀本港へと船を進めてまいります。さて、それでは本船右側から見えてきた海上自衛隊の艦船のご紹介です。まずは手前側に艦番号405番、こちら潜水艦救難母艦の千代田の姿が見えてまいりました。さあ、千代田は潜水艦救難母艦という名前の通り、海底でトラブルを起こしてしまった潜水艦を救助しに行くための船になっています。船体の真ん中にぽっこりと穴が開いているのが大きな特徴なんですが、その穴の中にオレンジ色の櫓が見えていますよね。櫓の中にはカプセルのようなものが見えています。これをトラブルを起こした潜水艦に向かってドボーンと落とし込みまして、そして潜水艦の出入り口となりますハッチとトッキングします。そうすることで中にいる乗組員の方を助けるという役割を持っているんですね。潜水艦乗りたちの安心の象徴となっている遺跡です。さて、また本船の右手前方からは艦番号5106番の湘南、そして5105番の日南、2隻の海洋観測艦の姿が見えてきました。先ほどご紹介した通り4桁後方支援を行うための船となっています。特に手前の日南は船の形が非常に変わっていますよね。船首の部分が丸みを帯びた形をしていまして、その上には櫓が建てられています。これらの海洋観測艦は海洋観測機器を海の中にドボーンと沈め込みまして、海の中のさまざまな調査を行います。ですが、海上自衛隊が海洋観測を行っているというのは少し意外ですよね。なぜかと言いますと、その理由についてはまた帰り道にご紹介をしたいと思います。さて、またさらに本船の右側、この海洋観測艦の向こう側から赤白に
塗られた大きな鉄塔と、そしてクリーム色をした建物が見えてまいりました。こちらが海上自衛隊の自衛艦隊司令部、いわば海上自衛隊の中枢を担っている港になっています。中枢を担っている司令部になっています。本日ですね、壁がないので少し分かりにくいんですが、クリーム色の建物、この屋根の上に白い旗が立てられていますよね。旗の真ん中には桜のマークが3つ付けられています。実はこれ、自衛艦隊司令部の中にいらっしゃる一番位の高い方、位の高い方の階級があそこに表示されているんですね。ですから、もし総理大臣の安倍首相がこちらにお越しになったら、あそこに紫色の旗が上がる、そういうルールになっているんだそうです。これから皆様にご紹介する海上自衛隊の船なんですが、非常に変わった船体をしている船になります。掃海艦、また掃海艇と呼ばれる船。掃海というのは海の掃除を行う船という意味があるんです。何を掃除するのかというと、海に漂っているゴミなどではありません。先ほど地理特定所でご紹介した厄介な地域地雷をはじめとする地雷という海の爆弾を撤去する部隊なんですね。本船の左手前方から604、606、2隻の掃海艇、そしてこれよりも一回り大きな看板号302番の掃海艦対馬の姿が見えています。さあ、その船体に注目していただきたいんですが、実はこれらの掃海艦、掃海艇はこの敷地雷を撤去するという任務の特性上、船体は磁力を帯びない材質で作られているんです。302番の対馬は火で作られている船、604と606の2隻の掃海艇はプラスチックで作られている船なんです。特に302番の対馬は船体をよく見ると、光が照り返った部分、木の継ぎ目のようなものが少しだけ見えているのが分かりますよね。実はこの掃海艦という船、看板号302番の船は木造船としては世界でも最大級となっており、その船体の大きさはギネスブックにも登録されているほどなんだそうです。一回り小さな掃海艇の船体は今プラスチックで作られているというご紹介をしたんですが、もともとは木で作られていた船だったんですね。それが最新型の3隻のみ、その3隻のみはグラスファイバープラス強化プラスチックという非常に強いプラスチックで作られるようになっています。と言いますのも、僕の3隻のことが職人さんが大変になってしまったそうで、日本全国を探してもその職人さんはわずか4人しかいらっしゃらないんだそうです。長浦港の奥で大きく U ターンをして、再び長浦港の出口へと向けてまいります。さあ、ここで本船の右側を一旦ご覧いただきたいんですが、看板号301番という船が止まっていますが、こちらはご紹介した対馬と同じく掃海艦の八重山、この八重山の右側には看板号が付けられていない船が見えていますが、こちらはすでに海上自衛隊を退役している艦船です。この周囲には白い船が何隻も止まっていますが、こちらが映画海猿でも有名になった海上保安庁の巡視船という指定になっています。さて、そして本船は再び海洋観測艦の目の前に戻ってきました。先ほどご紹介しかけた、なぜ海上自衛隊が海洋観測をというお話になるんですが、僕らは潜水艦を持っているので、もしもこの海図が30年前の古いものだったりしたら、例えば海底火山などで地形が変わっていたりすると、これに衝突してしまう危険性さえ出てきますよね。ですから潜水艦が作戦行動を行う際に、あらかじめこの海洋観測艦が行きまして、海の中の様々な状況を観測します。例えば海底の地形であったり、塩分濃度であったり、潮の流れの速さであったり、これを測定するんですね。そうすることで常に最新の海部、そして海の中のデータを持つことができるんですね。
潜水艦は安心して海の中を進むことができるというわけだと。ああ、今ここで船長が一度汽笛を鳴らしたんですが、皆様聞こえましたでしょうか。これは船長がお腹が減ったから鳴らしているわけではありません。これはですね、船が右に曲がりますという合図になっているんです。反対に左に曲がるときには2回の汽笛を鳴らします。出航する際、本船は3回の汽笛を鳴らしたんですが、これは船が後ろに下がりますという合図になっているんですね。さて、この汽笛を鳴らして船の位置を変える、船の向きを変えるという行為、これは世界でも共通の船のルールとなっているんですが、なぜかというと、船には車のようなウィンカーが付けられておりません。そのため、音を使って他の船に自分の行動をアピールすることで、このように道路のない海の上でも安全に運航を行うことができるんだそうです。今ですね、本当でしたら本船左側に見えている細長い水路を抜けるところではあったんですが、今細長い水路向こう側から一隻船が通り抜けてきていましたので、これを待ってから細長い水路に入りたいと思います。さあ、ここでですね、今皆様の右手には東島と呼ばれる島が見えています。この東島、クレーン車なども載せられているんですが、実は横須賀軍港巡りはこの東島の周りを反時計回りにぐるーっと一周回る、このような航路をとっています。さて、実はこの東島なんですが、もともとは横須賀市の小さな半島だったんですね。これを明治時代に旧海軍がわざわざ切り崩して、この細長い水路、荒い堀割り水路を作り上げました。こうして水路によって切り離された小さな半島が東島へと変わったそうなんですが、よく考えますと明治時代、ショベルカーもダンプカーもないような時代に手作業だけでこの水路を掘り進んだ旧海軍、一体どんな理由があってこの水路を作る必要があったんでしょうか。答えは簡単なんですが、実は船の近道を作るためだったそうです。昔から東京と知られていた長浦港と横須賀本港、非常に優れた港だったんですね。ただこの小さな半島が邪魔をして、港から港への移動手段が小屋を通って島になってしまいました。で、この島の人を通ることで、この皆さんも島の外側を通って20分ほどの時間をかけて港に移動していたんですが、この辺に移動することでわずか2分ほどで通っていることができてしまうんです。ただ手作業で掘り進んでしまったということで、やはり当時からの旧海軍の力、これだけ大きなものが出てしまったと思います。さあ、今水路を通り抜けてきた船なんですが、大船と呼ばれる船、ダンプトラックなどを運んできていましたね。さて、こうして本船はこの旧海軍が掘り進んだと言われる細長い水路へと入ってまいりました。まあ、せっかく名前が出てくるというご紹介をいたしますと、今日本船というものが東島という名前をご紹介しました。東島の東というのは我が妻の島という字を書くんですね。実はこの東島の名前の由来にはある日本神話が関わっているんです。これが大和たけるの伝説。日本神話によく出てくる大和たけるは、この横須賀にある走り水という道から千葉県の房総半島へ船で渡ろうとしたんですね。出航する際、こんな海ひとっ飛びだいとして飛び出していった大和たける、これが海の神様の怒りを買ってしまいます。海へ出た途端、突然の嵐に遭ってしまい、どうしようもなくなってしまったんですね。そこで同じ船に乗っていた大和たけるの妻、乙橘姫は、私が行ってこの海の神様の怒りを鎮めてまいりますということで、海に身を投げてしまったんだそうです。たちまち海は収まり、穏やかになり、大和たけるは千葉県へと渡ることができたそうなんですが、乙橘姫の死を大変悲しんだ大和たける、奥さんである乙橘姫の髪飾りが流れ着いたこの辺りの海域を指さし、ああ、
我が妻よ我が妻よと言って嘆いたんだそうです。そのためこの辺りはいくしか東島と呼ばれるようになったんだそうです。さてその後千葉県の房総半島へ渡った大和たけるそこでも悲しみはくれません。まあ君さらずや君さらずやと言って悲しんだということから千葉県の木更津という地名が付けられたんだそうですね。ちなみにもう一つ千葉県の富津という岬があるんですがこの富津元立花姫の着ていた衣類が流れ着いたという場所になります。布が流れる富津そしてフルーツと呼ばれていたんですがそれがだんだんと生って富津と呼ばれるようになったんだそうですね。昔の伝説の話なので誠か嘘か分かりませんがただ唯一ですね昔から船乗りの言い伝えで海に美しい女性が身を投げると海の神様が怒りを鎮めるという言い伝えが多く伝えられています。ですから皆様も次回船旅に出られてその時大変海が荒れていたらそしてもしも私がこの船で一番美しいんじゃないかしらなんて思いになられましたら迷わず海に身を投げていただければと思います。さて冗談はさておきまして本船の左手やや後方になってしまったんですが今日米の国旗日の丸と国旗第2次世界大戦時まではこの東島船や航空機で使われる燃料が蓄積されていたんだそうです。その量というのが今の成田空港の全航空機全車両が1ヶ月外からの補給なしに動けるぐらいの燃料の量が補給されていたんだそうですが第二次世界大戦後はこうして日米が共同で利用する島となっています。この東島の中で何が行われているのかどんなものがあるのかという情報は一切外には漏れ聞こえてきません。非常に秘密が多い島となっています。そうこうしているうちに本船は横須賀本港へと戻ってまいりました。今船の正面より左手側にはアメリカ海軍基地が広がっています。また船の右側には厳しいご紹介した海上自衛隊の艦船基地が広がっており様々な艦船が止まっています。少しだけご紹介してみたいと思います。まず最も手前には看板号6102番まるで護衛艦のような船体をしながら4桁の番号を持っている船が見えています。こちらは試験艦アフカ海上自衛隊で開発された新しい武器やシステムのテストを行うための船となっています。そのため4桁の番号が付けられているんですね。アフカの隣には護衛艦山霧152番そして153番の護衛艦夕霧の姿が見えています。山霧と夕霧は全く同じタイプの護衛艦となっています。そのためどちらも霧の名前が付けられているんですね。山霧と夕霧153番夕霧の隣には看板号171番マストの部分に黒い大型モニターのような高性能3次元レーダーが備えられているミサイル搭載護衛艦の旗風の姿になっています。さらに本船の右側やや前方方向から看板号111番護衛艦高波の失礼しました護衛艦大波の姿が見えていますね。さあこの護衛艦なんですけれども海上自衛隊が最近ニュースに登場するとよく聞くのがソマリア沖の海賊対策ですよね。この護衛艦大波111番も昨年半年間にわたってソマリア沖の海賊対策に出かけていました。最後になりますが本船の右側後ろを向いて止まっているのが看板号101番護衛艦の村雨です。後ろから見るとヘリコプターの格納庫がぽっかりと口を開けている姿を見ることができます。さて非常に優れた護衛艦が多く止まっているんですが例えば各艦船船の前方部分に大砲のようなものをつけていますよね。単装速射砲というものまあ、それぞれタイプは違うんですが大体ここからグドンと一発打ち出しますとその射程距離は18キロから24キロほどになります。大体ここからだと近いもので鎌倉あたり遠いもので横浜駅とかあと江ノ島のあたりまで飛んでいくだけの能力を持っています。最も優れたこのミサ
入る弾になりますと、大体ここから富士山のあたりまで飛んでいくぐらいの威力を持っています。しかも一発一発につき GPS を備え付けておりますので、100発100中で命中するような、そういう弾丸が存在します。ただし一番高性能な弾丸になりますと、1発あたりの金額、1発あたり3億円程度になるんだそうです。さて、こうして本線は出雲の近くまで戻ってきました。こうしてぐるっと一周巡航巡りを回ってきて、この出雲の姿を改めてご覧いただくと、改めて本当に大きいなと感じられるのではないでしょうか。さて、楽しい時間というのはあっという間で、すでに40分が経過しています。本線はこれより塩井桟橋へと向けてまいります。さて、本日も横須賀軍港巡りお楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。本日は本当に見どころたっぷりのこの軍港巡りだったと思います。最近でもこうして案内をしていますと、お客様には、まあ、本当に楽しかったわなんていう声を多くかけていただくんですが、その一方ですね、最近私物忘れが激しくてなんていう方がいらっしゃると、大体2、3日もするとこの軍港巡りでの楽しかった思い出も、そして案内人の私の顔ですら思い出せないという方も多くいらっしゃるんですね。そんな最近物忘れが激しい方にお勧めしたいものがあります。それがこちらになります。横須賀軍港巡り卵せんべいというものになりまして、こちらが非常に優れているんですね。物忘れの方におすすめです。18枚も卵せんべいが入っていまして、1枚1枚に軍港巡りでご覧いただける汗腺がプリントされているんです。もしも1日1枚お召し上がりいただくと、最大で18日間も記憶が持つという商品となっております。味わいだけ普通なんですが、お土産品としては最適な物忘れ欲しいとなっています。まずとなるんですが、横須賀で金曜日といえばそうですよね。カレーの日と言っていると、最近の状態では毎日金曜日のお昼ご飯必ず決まってカレーを食べているんです。昔から旧海軍は毎週土曜日に海軍カレーを食べていました。最近でも自衛隊は金曜日のお昼にカレーを食べるんですね。最近の海上自衛隊のカレーが非常に人気でして、海上自衛隊のホームページに各艦船のカレーのレシピが載せられているほどなんですね。そして当社ではこの各艦船のカレーのレシピを忠実に再現しました、こうした缶詰カレーも販売しております。自衛隊カレーシリーズということで、護衛艦霧島や護衛艦日向、また南極観測船のしらせや、ご覧いただいた潜水艦部隊のカレーなどもこちら販売をしております。なかなか海上自衛隊のカレーというのは食べることがありません。特に護衛艦霧島カレーなんですが、今年霧島就役20周年を記念しまして、実際に霧島の料理長の方に味のチェックをしていただきました。霧島の味そっくりだというお墨付きまでいただいているものになります。さて、まるで最後にはお土産品のご紹介のようになってしまいましたが、まさにその通りでございました。こちらのお土産品、それぞれ船を降りられてすぐ塩入りターミナル、先ほどチケットをご購入いただいた塩入りターミナルで販売をしております。で、販売価格はそれぞれあるんですが、見るだけタダですので、ぜひお帰りの際には当選番号の確認とともにお立ち寄りいただければと思います。さて、これより本船は塩入り桟橋へと到着いたします。危険防止のため、船が完全に止まるまではその場から移動されないようお願いいたします。また船内にはお荷物やお手回り品、お忘れ物なさいませんよう十分ご注意ください。また双眼鏡を借りられた方はお帰りの際忘れずに桟橋上でスタッフまでお返しください。本日軍港巡り安全に操船した船長は新井豪、乗組員は岩沢博文、そして案内人は私泉谷翔がお送りいたしました。本日もご乗船誠にありがとうございました。